にちは、ヤヒロです。今日は、鳥栖市民庭球場にて、シングルスのオープン大会に出ています。背景めっちゃ明るいんですけども、今回の試合ですね、今まで僕の YouTube に出てた何人かいるので、結構強い、浦くんっていう、ハイパータイミングが速い子だったり、僕が前の会社にいた時によく当たってた、ツイッター X でテニ M さん、はい、だったり、なんだっけ、はい、まあちょっと僕のそうね、戦った戦友たちがいっぱいいるので、一発目から対戦相手はテニスコーチということで、二発目も強いので、頑張っていこうと思います。とにかく今回の、目標としては、このプロスタッフ 6.0 に戻して、なるべくね、こう、ネットプレイに行ける展開を増やしたいんですけども、相手が強いから行けるかどうか正直ちょっと不安です。不安なんですけども、その中でね、メンタルを鍛えていこうということで、頑張っていこうと思います。それでは、1回戦の、動画をお楽しみください。
それは予選1回戦、地元のテニスコーチと当たったんですけども、まあ、僕の10個下ぐらいということで、まあ、若い選手っていうのもあるし、ちょっと風が強くて、もう早いタイミングで攻めようとかいう余裕が全くなかった。ちょっとやっぱメンタルがね、ちょっと、メンタルをちょっともっと鍛えないといけないので、まあ、2回戦が相当強いので、頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せているので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためにはどうしたらいいのか、練習方法だとも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい、もう自分はこれ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい、そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。